ぽいじんチャンネルのじんでございます。今日はボス戦参りましょうか。寺王国防衛戦に引き続きですが、鋼の宝飾者やっていきましょう。ではスタート。はい、ではやってまいりましょう。フンドの鋼の捕食者ですが、こちらちょっとボスの詳細見ていきましょう。相手は陣形を乱す効果には注意しろ。これがまず厄介、これがまず厄介ですね。プラスアルファ一定時間を経過すると鋼の捕食者は強力なスキルを使用すると。これが2回やってきます。いや、3回って言ったらいいのか、3回やってきますね。まあ3回といっても陣形を乱すやつと2人確定ヒットポイントを1にするという効果と、あとはバフ減の攻撃、これがまあ3つ強力なスキルと言っていいでしょう。固有持続効果は、反射ダメージに対する免疫、攻撃力減少、防御、回復量など減少します。魔法ダメージに対する免疫が入っているので、ここは、物理系のね、あのアタッカーでガンガン攻め込んでいくというのが上等手段かと思います。まあ何度も何度もここもねやり直さないとね、高スコアに繋がらないので、今回は、いつもね動画撮りながらプレイしていたんですけど、先に撮らせていただきました。もうね撮れない。僕もね今この動画ここでこう言ってるのも何十回もやり直してます。何十回もやり直して、とりあえず1本ね撮れたので、スコア更新目指して頑張りましょう。編成ですが、呂布、シルビア、メルキル、レイチェルのジークがアタッカーできます。このね陣形を乱す効果というものがやってきて2分後に、ここがおそらくこのボス戦のリセマラポイント、もうやり直しやるかどうかっていうのを決めるポイントになります。わざとこれは、3トップの2バックという形にしていますが、まあ他の陣形でももちろんいいんですが、少しでもジークがその前に攻撃力でダメージを追加していくには、まあ2トップじゃないね、2バックぐらいの編成がいいのかななんて感じておりますと。今ね完璧にね攻略できてるわけじゃありませんが、一応スコア1万じゃないね1億は突破しているので、動画配信してみようと思います。見てもらった方が早いと思うので、ちょっと解説先にしていきましょう。はい、ということで進めていきましょうか。まずはレイチェルと呂布のデバフを打っていきますね。まずはレイチェルの上、まあこれでダメージを少しでもね減らすような形にします。そして呂布を打ってレイチェルの下ということですが、まあ結構ねターン経過が遅いので、この初手の3回でもうデバフの貼り直しをするっていうことはほとんどねないかと思います。このままねずっと突っ走ることできるので、ここはまあ順番とか別にそこまで気にする必要性はないけど、まずレイチェルのね上を打っていくことがまあ先決だと思います。その後はまあレイチェルの下でも呂布の下でもどっちでもいいかなと思っております。そしてジークを発動させていきましょう。まあここで、ああでもそうだね、今更だけどレイチェルの下をフレームドライブ先に打った方がいいね。これ竜が固定されてないから、まあそうだね、まあどちらでもいいかと思います。そしてこちらのジークを使っていきますが、ジークが反撃装備2セットつけております。なのでほぼほぼこの竜の雄たけびとか全体攻撃なので、反撃するキャラクターはジークになっております。そしてジークが反撃することによってクールタイムが短縮というねことが起きるので、これで、何度も何度もちょっとジークにチャンスを持っていくというねスタイルでね戦っておりますが、今ね結構切り替わる時があるんですよ、ジークの上と下が。で上に切り替えようかなって思った瞬間に敵にね持ってかれるってことはあるんでね、この辺のねタイミングがすごい難しい。だから今1ターンもしかしたら損したような気がします。で次ジークの下行く頃にはシルビアの上が使えるという状況なんですが、ここで使ってはいけない。2分が経過しましたね。虚無のブレス、この2分経過した後この虚無のブレスがやってきますが、これが陣形を変える攻撃になっておりますね。この陣形を変えてもらって、初め2バックから始めたものを1バックに切り替えてもらう、ここがまず1つ目のリセマラポイント。そしてこの硫酸来ましたね。そうするとヒットポイントが一気に減ります。2名だけ減ります。これがおそらくですよね、
ヒットポイントが高いキャラクター2名だと僕はちょっと思ってるんですけどね。ちょっとその辺もね、あの後ほど検証していきましょう。まあこれが来るのですぐにシルビアの上で対応。本来だったらここをレイチェルとシルビアに持っていって倒れてもらうっていう方法が一番いいんだけど、その後また攻撃が来ます。ブレスというものが来て、それがなんとねバフ源が入ってるんですよね。そうなるとシルビアがそこで倒れてしまうと五輪順になっちゃうんですよね。その先できないでしょうね。だからねちょっと自分の中では分かりませんが、硫酸弾の前にブレスが来るっていうことがあるのか、それがあったら最高にいいパターンなんですけどね。それがあるのかな、ちょっとねそれが分からないですよね。それができたらもうどんどんスキル回しうまくいける。結局このシルビアの上のヒットポイント回復をいつできるかっていうタイミングを見計らってもやらなくちゃいけないんだよね、このボス戦。とりあえずその3つの攻撃が終わった後デバフを貼ってみましょう。デバフを貼っていく、シルビアの上打って、ジェイクの覚醒スキルを使っていきます。もうこのジェイクの覚醒スキルをね早い段階でどこで放てるかっていうのがねスコアをの伸ばすコツになってくると思うんですよね。ただねまあ上位の方々はちょっとスキル回し下手くそだなって思うと思うんですけど、もう僕としてはねこれしかね生きようがないんですよね。そのあの硫酸弾をみんな上の人たちは一体どうやってカバーしてるのかがね分からなくてね、今もね使わなくてよかったからシルビアの上。で次はおそらく反撃によってジークは撃てると。でこの2個で打ち止めということだと思います。まあただここでスコア更新できました、1億2000万突破しましたね。そしてジークいけ、ラスト一発だね、ラスト一発。下のスキルが打てるかどうかで終わりでしょうか。はい、まあ下のスキルもね結構強いんでね、ぜひともここは入れておきたいところですね。はい、あとはここで終わってしまうんで、もう最後ね何もできないって言ったらできないですね。はい、新職の時間でおわしまいということですね。まああとはあがいて終了ということですが、まああとは自分スコア伸ばせるとしたら上位陣になんとかいけるとしたら、やっぱリチェルをレベルあの星6まで持っていきたい。そしたらさらなるスコア更新もできるのかもしれない。だからここはね異常なぐらいにね運要素がかかってる。この前の牛魔王は初手のまあ段階でリセマラできるけど、これ2分1をやらなきゃいけないのよね。そこがね結構めんどくさいなって感じてます。はい、結構長いね、終わってからね長いね。これでおしまいですもんね。一応2回あるんだね。よし、ということで、スコア更新でございます。1億2700万ということになっております。はい、ではちょっとね先ほどやっていきましたけど、一つ装備の方で紹介したいことがありますんで、最後そちら話させていただきます。ですねこのメルキル、とにかくメルキルに硫酸弾が落ちるような形で、シルビアの回復したところで多分ね生きていることは無理だと思います。でですねここで一つポイントがあります。あの硫酸弾落ちるやつを誘導することができます。誘導することができます。それをちょっと解明していきましょうか。ですね私がおそらくですよ、おそらく感じているのはヒットポイント、ステータス見てください。メルキル11343、このステータスに対して先ほど落ちたのはレイチェルとジークに硫酸弾を落ちましたね。シルビア見ていきますと10713、そしてレイチェルが9806。これわざと誘導するために防具見てみましょうか。こちらね聖女ブロックとかもう本当役に立たないような、装備つけさせていただいております。プラスアルファ、ジークの方、落ちたジークの方も見ていきますと1914で、シルビア見てみましょうね。
あれジークの方がだけじゃねえかって思いますよね。ただこのシルビアには堅固なイヤリング、このイヤリング系のものでヒットポイントの上昇率をアップさせることによって順位が変わります。なのでこれを外しましょうか。そしたら僕が2分までいった硫酸弾がここでシルビアに落ちるか、シルビアとレイジェルに落ちるか、ちょっとそれ検証してみましょう。ここをクリティカルダメージに変えてますんで、ね、クリティカルダメージ、クリティカルダメージ、これによって発動しないんで、ヒットポイントは10713の段階でカウントされるかと思います。いきましょうか。はい、そろそろ2分が回りますね。ここで陣形を変えられますが、まあ陣形なんでもいいですね。とりあえずその後出てくる硫酸弾が、変わるということを見ていきましょう。おそらくレイチェルとシルビアに落ちるはず。それちょっと見ていきましょう。うん、まだ来ませんね。うん、どん来るか。虚無のブレスが今来ましたか。今来ました。ちょっと3バックになっちゃったね。このチャンスはちょっとスコア伸びないパターンですが、ちょっと実験っていう形なので、まあ特に気にせずいきましょう。さあどうだ、竜の雄たけび出さないね、なかなか出さないね。その前に倒れちゃうのも嫌なんだけど、どうしようかな。そろそろ来ないかな、この次来るかな。来ましたね、竜さん来ましたね。ここでシルビアとレイチェルのはず。はい、誘導できましたね。うまく誘導できたんですが、ここで回復できずに倒れてしまう。そうすると虚無のブレス、もう一回ねブレスが来ると思います。もう一回ブレスが来る、恐怖のブレス、これによってシルビアが倒れてしまう。だね、ここをねどううまくいくか、これがね本当にね難しいなって感じてます。はい、ということで、先ほどのまあちょっと装備の方紹介していきましたが、ヒットポイントを、低いヒット2名が硫酸受けるという形をうまく利用してなんとかかいくぐるような攻略法がねないのかなと思うんですけどね。その後にね来るブレスでねシルビアが倒れるというのは非常に痛いんですよね。そうじゃなければレイチェル、そしてシルビアが倒れようが気にせずスキル回しをできるんですけど、それがね結局シルビアに回復1回させてあげて延命しないと倒れてしまう。だから上位の人たちはそれも運要素の重ね合わせでやっているのか、何らかの形で逃げる方法があるのか、ちょっとねそのね攻略法だけね知りたいけどね、ちょっと分かんないんですよね。ほんと分かんない。鋼の捕食者、非常に難しいのは2分の陣形、そして硫酸を誰に落とすか。もうね僕はもう割り切っちゃって、結局シルビアがバフゲンで倒れるんだったら回復しなくてはいけないっていうんだったら、まあレイジェルに1人は落とすにしてももう1人は誰でもいいっていう風な考え方でちょっと回すことに今のところしてます、してます。そして3個目のブレスでバフゲンでシルビアがもし倒れていた場合は亡くなってしまうということになっております。これがねちょっと分かんないのが、その前にシルビアの覚醒スキルとかジークの覚醒スキル、あれもバフゲンによって、剥がれてしまうかどうかっていうのはちょっとね見てなくてすいません。それが分かったらもしかしたらもっと早い段階で撃っちゃってもいいのかななんて感じております。はい、ということで今日はフンドの鋼の捕食者攻略編でございました。もしよかったらグッチョチャンネル登録してみてください。ということでボス戦かなり熱くなってまいりました。では皆さん、本日は私61位ということで、もしかしたら100位以内にね明日入れたらいいかなと思うんですけど、まだあと1日ありますんでね、追い抜かれていってしまうでしょうか。はい、では皆さんバイバイ、ありがとうございました。